今回は6月19日の調整で実質唯一のノーマルカード情報修正の八塚正勝を紹介。もともと優秀な1枚やったけど陣形の範囲が広くなってマウント地に舞台がはみ出にくく、序盤の指導にも使えるしメイン号令に合わせるコンボとしてのサブでも強くて便利。前回調整に続いて極端にノーマルカードの情報修正も少なく2バージョン続けて基本3色の赤青緑勢力の情報修正なしでだいぶ環境に置いていかれ気味。とはいえこの縛りプレイではノーマルカードなのでガチ戦もできることやまだ知れ渡ってないカードの魅力を披露していくのが主な目的であり楽しみだから、情報修正でも今川内政迫りシュートのようなガチ戦のラインを超えたネタ系は紹介しないかも、ごめん。そんな感じで元々は自分が楽しむために始めた縛りやから、なんとかしてまた楽しみを見つけ出していけるように頑張りたいと思う。個人的に期待したいのはエラッタかな。東郷シグノプなんかは地雷戦国も込みで島津豊久が完全上位互換のスペックで出てしまった被差別化要素になる計略もフリー迎撃の参拝仕様やから救済されてほしい。そろそろ試合の方に話を移すよ。お相手のデッキは古軍からすると厳しい序盤中盤に根性の取れるデッキ、こちらは落城を避けるために再起を選択、こちらはフィナルな牙盛りを使用しとるけど、このノーマル大富裕の違いやからこそ普段使わんものを練習しときたい。行くよ。アゲアゲで行っちゃうよ。店内撃て、ドカンとぶちかましてやっか。月よ、俺に七難八挙を与えろ。回り回るロンドを聞け。眠くなっちまったな。天からの迎えか。流派発動。三の方。天気。屈するものか。まだまだです。まだまだ行くぜ。研鑽に終わりはない。サイヤサ。
車上椎をぶち込め。ドカンとぶちかましてやっか。リュウハ、もっと早くリュウハ1を叩くタイミングはあったけど忘れとったやつ。1の方、サイヤサいくよ。サイヤサ、サイヤサ、屈するものか。あまたの英傑に打ち勝ち、武の頂へ。カットロは回り回るロンドを聞け。ガラ空きですね。サイヤサ、もっと鋭く。ドカンとぶちかましてやっか。天からの迎えか。いくよ。サイヤサ、マジキレイ。あまたの英傑に打ち勝ち、武の頂へ。リュウハ発動。ミノカタ、眠くなっちまったな。リュウハ発動。ニノカタ、まだまだです。ルプリーズだ諸君。今回は2試合やるよ。風のごとく戦いの時は来た。進撃せよ、サイヤサ。撃て、進撃せよ。大丈夫、退却しろ。撃て、悔いはない。大丈夫、大丈夫。進撃せよ、進撃せよ。大丈夫。退却しろ。撃て、
私を侮ると死ぬことになりますよ。撃て！地をつなぎ、紡いだ糸が皆を守るのです。我が死は伏せ。流派発動。美濃方三の方。サイヤさ、撃て！大丈夫。撃て！ウーリン火山の旗のもと結束せよ。大丈夫。さあ、今世の赤を狙え。悔いはない。眠くなっちまったな。大丈夫。行け。サイヤさん、ルプリーズだ諸君。撃て！流派発動。美濃方。大丈夫。今世の赤を狙え。我が死は伏せ。撃て！退却しろ。一撃！ドカンとぶちかましてやっか。戦機の旗のもと結束せよ。戦機解放。今世の赤を狙え。行け。サイヤ
した。流派発動。一の型。流派発動。三の型。打て。我が死は伏せる。ダイヤさ、悔いはない。大丈夫。ダイヤさ、退却しろ。ご視聴ありがとうございました。